こんにちは。今回はこちらです。陸奥八仙のナチュラルスパークリングです。醸造元は青森県は八戸酒造さんです。このままスペックも紹介します。原材料は米と米麹のみ、塩米の記載はありません。精米部位も同じくありませんね。アルコール度数は13度というふうになっています。ここですね。ちょっと光を、じゃあ早速回線していきますね。運よくプシューって言ってくれたんですけど、すいません、回線してきますと言いつつですね、実は少し開けちゃってるんですね。我慢できずに少しだけいただいちゃったんですね。初めていただくかのような手で報告したいと思います。ああ綺麗ですね。いつも通り順に報告します。まず香りから。発泡性の日本酒のですね、特有の香りですよね。こうほのかに甘い感じ、少しこうフルーティーがかった感じですよね。それが、結構強めに楽しむことができます。実際に口に含みます。香りの続きなんですけど、やはり香りは最初にこう鼻で感じたように甘い系かなっていうような、でそれがそのまま引き継がれるんですけど、風味がでちょっと違うんですよね。甘みよりも酸味がとてもよく効いてます。非常にこうさっぱりしてて美味しいですね。甘くないって言っていいですね。ほとんど甘みが感じられません。非常にすっきりしてます。あ、美味しいな。結構こうスパークリングいただいてるかと思うんですけども、記憶してる中だともうほぼほぼ最上位に位置するんじゃないですかね。どうしてもこうスパークリングの日本酒って甘い印象ですよね。飲みやすさ重視みたいなところが、先入観として、私は持ってたんですけれども、こちらはね、非常にスッキリしてますね。甘みはかなり抑えられてるというか、ほとんど感じないです。かといってこう日本酒臭さは全くないんですよね。フルーティーで華やかな感じだけ綺麗に残されているという感じですね。スパークリングなんで粘性はほとんど感じません。極めて低めというところで、あとアルコール感はややっていうところですかね。13度っていう数値とは裏腹に、結構お酒をいただいてるっていう感じはこう受けますよ。ドライ感はそこまでではないんですけどね。飲み込んだ時のこう熱気の上がり具合っていうんですかね、これは結構強めに感じますね。といったところです。実は陸奥八仙3種類今回購入してきてるんで、ちょっと短いスパンでポンポンポンと紹介していきたい、報告していきたいというふうに思っています。ここまでご覧いただいて本当にありがとうございます。また次回どうぞよろしくお願いします。